クラックハウンドは、坂木一郎の小説、また、それを原作とする漫画である。小説は、クラックハウンド成人の条件のタイトルで、2005年に、徳馬書店の徳馬ノベルズエッジから刊行された。前川和夫による漫画家版は、ヤングアニマル嵐にて2007年7月から2009年12月まで連載され、単行本全三巻が白戦車から刊行された。 自らを忘れた存在破綻者と国家公安委員会直属の秘匿機関、大特殊犯罪調査局、通称クラックハウンドとの戦いを描く SF ファンタジーである。常識外れの化け物と戦うという物語上、生産な文章や描写も少なくない。ガンマニアである坂木一郎の思考が反映され、銃器が頻繁に登場するが、これらはすべて実在するものである。 長野県の人里離れた山中に立つ、私立ゴーリラ坂病院が焼け落ち、過労死で保たれていた一つの均衡が崩れ去り、世界は終わった。しかし、ほとんどの者がそれに気づくことはなかった。それから数年が経過した、西暦2010年、日本。世間では、セイントという薬が出回っており、 常識では考えられない事件や怪現象が頻繁に起こっていた。クラックハウンド側亀裂つを戦車。ありがとうございます。